その時間だけはって感じだったけど新幹線ってさ、なんか絶対寝起き悪くない？2時間だとさ、だいたい新潟東京は2時間ちょっとか2時間弱なんだけど、寝起きが悪いんだよね。その朝の寝起きは全然いいんだけど、そう、そうなんですよね。いや、なんか乗ったらすぐ寝る。いや、なんか眠くなったら寝るっていう感じですので、なんか2時間寝てるっていうか、本当もうちょっと寝てる感じだから、着いた時にすぐにこう動かないといけないっていうのが結構大変。今日は昨日がそのショールームの配信とかがあって、夜遅かったからその日帰れなかったので、今日は朝10時くらいにホテルを出て今日の行動はそうで、ちょっとお買い物、お買い物って言っても雨降ってたから、今日なんかめっちゃ雨降ってて、だから駅の中のなんかバラエティショップに立ち寄ったら意外とちょっとハマっちゃって、なんか金欠だから、そうめっちゃお金を大事にしようと思ってたのにちょっと買い物してしまって、でそうなんでだろう、本当になんでだろう。で新潟に帰ってきたのがだいたいお昼過ぎくらいで、めっちゃいいですよね。なのに新潟に帰ってきてから何にもしなかった。もうキャリーケースの中身をこうお洗濯物を洗濯機に入れてねとか、畳んだりとか、なんかそういうことをしてダラ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 してたらこんな時間になってた。なんでだろう、どうしてでしょう。今日はなんか艶っぽい、あ、艶っぽいっていうのはもう物理的に艶っぽいんですよ私。そう、なぜなら今日はだいたい私いつも肌をマットに仕上げる、セミマットに仕上げるんですけれども、今は下地だけしか塗ってないのでちょっとツヤンツヤンなんですけど、別にハイライトとか入れてるわけじゃなく、ただはい、肌がペタ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 って日焼け止めみたいなね下地を塗ったっていう感じ。艶っぽいのかしら。であと光ですね。そう、昨日ゲーム部見たよね。え、私さ本当に何にもできなかった、もう難しかったですね。え、何したらよかったのあれはそう、いや7月さ結構大変そうなんですよ。皆さんご存知の通り7月はフェスとかもいろいろあるし、あと8月のコンサートとリカさんの卒業コンサートに向けてのリハーサルで、もうめっちゃめちゃ予定がびっちり詰まっててびっくりしちゃった。あの大草原、あの何私スケジュール帳みたいなのを、あのアプリのスケジュール管理アプリみたいなのを使ってるんだけど、お仕事の予定をあの深緑にしてるんですよ。そう、深緑みたいな、だからもう大草原だった。そう、そういうこと、そういう大草原ですもうジャングル、ジム、もうジムじゃない、ジャングル、草原、草餅って感じですね。そう、え、みんなさ
どうやってスケジュール帳とかつけるんですか？どう、皆さんってどうするんだろう。あ、でもどうだろう、なんか OL さんとかはそういう、なんか私も使ってるそのスケジュールのアプリ結構可愛いイラストのやつなんですよ。女の子とかはそんな感じでやるのかな。プライベートの予定とか色を変えたりするんだけど、なんかわかんないけど気分で私色結構変えちゃうんだけど、今のところお仕事の予定がなんかこう引き締まるような意味で緑にしてて、あとお買い物とか美容院とかそういうプライベートの予定をピンクにしてて、であとなんかメンバーとかスタッフさんとかなんか知り合いとか友達とかわかんないけど、その誕生日をオレンジにしてる。今までなんかお世話になった方の誕生日をオレンジにしてる。なんとなく特に深い意味はないけど、色ってでも大事じゃないですか。なんか大事だと思うんだけど、そんな深くは考えてないけど、深く考えてないくはないみたいな。でもそしたらお仕事のやつ大草原になった。そう、でもなんかまだわかんない、まだその何も始まってないからわかんないけど、でも今はすごく楽しみな気持ちです。忙しいけど楽しもうって、みんなで頑張ろうっていう気持ち。でもわかんない、あと1週間ちょっとくらい経った時にマジでしんどいですみたいな言ってるかもしれないけどね、どうだろうね、どうでしょうかもう半目にもうしんどいですね。リハがね、どんな感じなのかまだね全然中身とかも分かんないので、楽しみ楽しみって思いながら。え、そうそう、生誕祭さどうしようって思ってて、やばいよね生誕祭も差し迫ってて、8日なんですよ、7月の8日。皆さん来てくれますか？来てね、待ってるね。9日はね、まなちゃんの生誕祭なのでね。え、緊張するよ、なんかやっぱり緊張する、同じこと2回言っちゃった緊張しますね。だってなんか自分のためにこうみんなが動いてくれるなんて、なんかやっぱ緊張しちゃうよね。来てね何かあとはそう、やっぱでもシングルのプロモーションとかもこうみんなでね、メンバーそれぞれこう各局さん出させていただいたりとか、あと取材をねしていただいたりとか、そう CD をこうお店にねサインとか書かせにいただいたりとか、そういうことも結構プロモーション活動しつつ、コンサートリハしつつ、レコーディング MV とかなので、結構とったんばったん。ダメだよ、少しも歌えないわ。もうね、私の首というかもう肩から飛ぶ、もうピョン、歌った瞬間アウト、ひどい。タイトル教えられるわけないでしょ。そう、でも新しい月になったので、やっぱなんか新しい月っていいですよね、すごい。でもなんかわかんない、今月はでも6月が終わっちゃったなみたいな、誕生月が終わっちゃったっていう気持ちでももうね7月1日、やっぱなんか1日ってさ、すごいさ、こう身を何
その月末にさ、いろいろ反省とかがさ積もりに積もってるけど、それが一回リセットされたような気持ちになれるじゃない？いいですよね。そうだから今日から頑張れば大丈夫、大丈夫。もう全然今までのこと何にもなかった、もう忘れた、何にもなかった。さ、頑張っていこうみたいな感じ。そうだね、2023年上半期終わっちゃったじゃん。ほよー、早すぎ、やば。どうすんですか、どうしてくれるんですか。激おこごごごごごごご、誰に怒ってるんだ。そうよね、わかる、早いよね本当に。七夕とかさ、すっかり忘れてるよね私って。知らんか、知らんがなって感じだよね。そう、私七夕をすっかり忘れてるんですねえ、なんかさ、こう、わかんない。でもまだ NGT にさ所属してるとさ、こうグッズとかイベントごととかをやっぱ 年間のイベントごととかと絡んだことをやるからギリあれだけど、なんか学校とかのさ行事とかはにもう触れないわけじゃないですか。学校とかだとさ、なんか給食に七夕ゼリー出るとのありありだし、ありありあるあるだしなんかみんなで笹に短冊を吊るしましょうみたいなさ、小学校とかさあるじゃん。中学校と高校はどうだったかな、まあないか、あるかな。そう、なんかそういうのにさやっぱなるべく触れていかないとさ、一つずつ行事を忘れていっちゃいそうですよね。なんか寂しいですね。いやでもなんかそういうさ、おひな様の日とかさ、違うわ、ひな祭りの日とかさ、違うわ、桜の節句、違う桃の節句の日とかだってさ、本当にすいませんバカで、桃の節句の日も子どもの日も結構その七夕もだけど月の始まりの方じゃないですか。775533、あでも節分だけ2月の3日なんだっけ。そうそう、だからなんか忘れがちだよねやっぱり。月末だとさ、その月にならないとさその気分にならないじゃん。そう、でもその月になった瞬間にあと何日後にって思い出すじゃん。だからそれで言うと、もしかして七夕が一番余裕がありますかね。だって1日を迎えて1週間後ってことでしょ。その節分とかはさ1月だとさ全然まださお正月気分がそのまま抜けない状態なのに、その2月になった瞬間にあ待ってって思い出すじゃないですか、節分の存在を。でその3日後とかまでになんとなくこう心構えなんか準備とかなんかあるじゃないですか。私多分それが今後こう一人で旅立っていく、大人としてなっていくときになんか忘れる気がしてて、でもなんかこう私のお家はそうですね、全イベントに全力で参加するタイプではないんだけど、まあ参加するっちゃ参加するって感じですかね。可もなく不可もなく、使い方合ってる？わかんないですけど。でなんかなので、でもなんか私のやっぱり憧れるのはすごいさ、何、家族ぐるみでさすごい行事とかをさ全力でやる家族にやっぱ憧れるんですよね。そう、まあだから自分でも、だからといって自分からそのできないというか、うんね、本当にじゃあすんなよって感じですよね。すいませんでしたそう忘れちゃう子供の気持ちを。なんかでも小さい頃私なんか何歳の時か覚えてないけど、
5月の5日の子どもの日が確か休日、土日のどっちかの日があって、朝目覚めてなんかすっごくワクワクして、もう今日は休みだ、今日は子どもの日だっていうのだけでもめちゃめちゃワクワクして、朝からその新聞の中のチラシとかで兜をこう折って作ったりとか、鯉のぼりをね折り紙でね作り方をねこう調べて、あそこに確か折り紙セットがあって、あのなんか折り方の紙が書いてあった、あそこに鯉のぼりの作り方があった気がするとか言って、なんかガサゴソガサゴソすごいめちゃめちゃ汚くもう荒らしまくってようやく見つけて掘り出してきたような感じで、もう早朝からやってて、そうそう、日朝とかねつけながら、なんかそういうことをやっぱりこの年になってしなくなったなって、朝目覚めても二度寝できる時間があるかを確認するとか、そう、ね、だからなんかちょっと今も昔も行事を大切にしたいですね。笹団子すごい好きなんですけどね、7日に食べようかな笹団子。私笹団子すごい好きなんですよ。なんか味ももちろん好きなんだけど、味っていうか見た目かもしれない。なんか緑のあの丸い餅ってめっちゃ魅力的じゃない。でも私はもうちょっとそのあんこが中に入ってるじゃないですか笹団子って、じゃなくてなんかその笹団子のあの緑のもちもちがすごい好きだから、それ自体にあんこもこう混ぜ込んじゃってるような中身というか、あの外側はやっぱり茶色っていうかもう緑でいてほしいんだけど、その団子自体に甘さを持たせている感じがいいなって。なんかこの前その冷凍した笹団子を解凍して食べたんですけど、なんか温めすぎて熱々の笹団子になっちゃって、そうそう、で熱々だったからお皿に移してフォークで食べてたんだけど、なんか思ったよりもあんこって感じで、もうあんこまみれだったんですよ。私が好きだったのはこうなんかこうもちもちつるっとなんかつるっともちっとしたこの深緑のこう香りのいい物体がすごい好きだったんだけど、なんかもうそれはその仮の姿であって、ほとんどその正体はあんこだったっていうこと。あのあんこ好きなんですよ、すごく好きなんだけど、そのなんかちょっとだけなんだろう、おはぎと違いって何みたいな気持ちになっちゃう。そう、なんか騙されてたとかまではそこまでは言わないんですけど、でもなんかあこの子はあんこだったんだ、笹団子ももちろん笹団子なんだけどほぼあんこだったんだっていうことにちょっとなんかって思っちゃって、いや味は美味しかったんですよもちろん。そうなんですよ。いやだから、まあ、あんこの割合をもうちょっと少なくすればいいのか、いやでもこれはたまたま私がその温めすぎちゃってもうテロンテロンになった笹団子だったからその事実に気づいただけであって、その常温っていうかちょっとひんやりしてるくらいだったらそのまま食べてその割合で笹団子としてなんか私の好きな笹団子なのか。はい、いやーレンチンしすぎたんだよな。いやカチコチだったからさ。笹団子ってさ冷凍したことありますか？っていうか笹団子を皆さん知ってますか？新潟のご当地 B級グルメではないやご当地スイーツ、そう、笹の葉にくるまられてるよもぎのすり込まれたお団子なんですよ。私はそれがすごいすごい大好きなんですけど、笹団子を冷凍してそのまま笹を剥こうとすると笹のこう細い縦の繊維がこう筋が入ってるんですけど、なんかそれがこう笹団子もこうキャンディーみたいにねキュッてこう結ばれてる感じなんですよ。だからそのキュッてなってお団子もこうちょっとキュッてこうくぼみができたり、そこにこう繊維がその笹の細いなんか刺さっ
刺さっちゃって、あ、間違えちゃった笹が刺さっちゃってて、そうで、ちょっと解凍、その冷凍じゃの状態じゃうまく剥けないんです、わかるかな。 でなんか細くこう笹だけに、そうそうそう、笹団子にその笹の繊維がこう刺さっちゃってるんですよ。そう、それをそのまま食べてしまった時のがっかり感っていうのは結構あって、そうだから気をつけた方がいいよ。もうね、何言ってんの私さっきから、何を言ってんの私ったら、ほんとにみんなはどう最近最近いかがお過ごし、ささっと刺さる、うん、ささっとね、ささがささっと、ささっとね、あと最近、え、カンブラ祭り行ってきたの、いいな、なんかさ行こうかなって思ったんだけどさ、今日も普通にお昼過ぎくらいに帰ってきたから全然行けるんですよ。でもそのね、あの笹団子ってね、じゃなくてあのカンブラ祭りってさ、その誰と行くかっていうのって結構もう前もって知り合いとかには言わないと、多分もう誰かも誰かとその行く予定を誰かと立てちゃってるんですよ。これマジであるある、昔からカンバラ祭りってあの新潟ですっごく有名な大きなお祭りというか、めちゃめちゃ屋台が並ぶんですけど、もうすごい規模ですよ、あの1キロくらい連なってるんですよ屋台が、すごいでしょ。なんだけど、そのなんかみんな、私の友達は小学生の時からだったから、もうね、年をね追うごとにすごいと思う。小学校の時にこう一番仲良かった友達に、ね、カンバラ祭り一緒に行こうよって言ったら、あ、いいよ、でもね、その3日間あるうちの何日と1日目はあの他の学校の友達と私幼馴染と行く予定だから、で、あの2日目はいとこと一緒に行く予定だから3日目だったらいいよみたいな、そういう感じだから、そうそうそう、みんなそのみん、あの、それは地球全体全員が知り合いだったらいいじゃないですか。そう、でも地球人全員が知り合いなわけじゃないじゃないですか。そうってなってくると私にも確かにそのなんだろう、逆に地元の友達、小中学校友達がいればメンバーもいるしみたいな、そうそう、でもそのメンバーもメンバーには友達がいるしみたいな、そのだからそうなのよ、みんながみんなその一緒に行く相手ってやっぱ先にもうどんどん誰よりも先に約束しないと多分ねダメなんだよね。そう、でもやっぱ誘えばよかったかな、地元の子とかも待ってないんですよね。新潟にの友達いるんだけど一人だけ、なんかお互い昔から誘わないっていうか、いや親友なんだよすごく、高校から離れ離れになっちゃったんだけど保育園の時から一緒で、そう、やっぱ誘えばよかった、だって3年ぶりなんですよカンバラ祭り開催されたの、もうできないかと思ったもん、あんなに人が混んでてさ、たくさんいるからさ絶対無理だろうなって思ってたけど、まさか、いやだから行きたいなっていう気持ちはもちろんあったんだけど、でそのなんか一人で行く、私一人の行動は全然大丈夫なんだけど、カンバラ祭りあるあるってめちゃめちゃ知り合いに遭遇するの、
そりゃそうだよね、あのほぼ一直線というかさ、ちょっと途中分かれ道もあるんだけど、あそこみんなその行って戻って行って戻ってをずっと繰り返すの。そうだからもう絶対知り合いと遭遇するの、その小学校一緒だった子とか近所の人、習い事一緒だった人みたいな、めっちゃ合うの。そうそう、それがあるから遭遇した時にあれ一人、あお一人様みたいな、恥ずかしいじゃん。なんかせめてさ二人組でさ誰かと一緒に行ってたらさ、なんかああヤッホーみたいな、でもう一人のさ知らない友達がどうもみたいな、私も逆にその友達とか一緒に行った人の私が知らない知り合いのことああみたいな、あどうもみたいな、なんかあるあるなんですよ本当に。そうだからなんかそういう感じなんだけど、いつもでももう誰もあれ一人で一人みたいになるかなって、だからちょっとやめてきました。でもポップ焼き買いたいんだよね、ポップ焼き食べたいな。でもなんか人混みがね、やっぱり職業柄そのちょっとっていうところもあるんですよね。うん、ガルポップ焼き食べたい。でもあのカンバラ祭りのこの空気感を味わうっていうのはねしたかったですね。まあね3日間しかないから、やっぱ今日行けばよかったかな。確かにママとか誘って行った方がよかったかな。え、ちょっと後悔してきたかもしれない。まあいっか。もう逆に今日とかバンダイとか空いてたりしないんですかねみんなお祭りに行ってショッピングモールとか空いてたりしたらなんかそれはそれでいい気がするけど、ラッキーって思いながら行けそうだけど、そんなこともないのかしら。知らんけど。ポップ焼きは味の種類は、いや一種類だと思います。もうポップ焼きはポップ焼きですね。甘さは黒糖でつけた甘さ、もうねなんか無性に食べたくなるし、食べたらなんか止まんなくなるような美味しさです。素朴な味がする、もう一番美味しいって感じの味です。うん、はあ、7月頑張ろう。本当に頑張ります。新潟出身だけどカンブラマット行ったことない。あ、本当だ。そっか、今年行ってみてはどうでしょう。ね、でも早速さみんなさ7月29からはおしゃべり会が始まりますもんね。楽しみ楽しみ。
私さ、8分もさあるんだけどさ、みんな来てくれるかな。そう、8分制になったんですよ。なるべくそのまあいろんな時間帯にしていろんな方に来ていただけるといいなっていう感じで。でもみんな朝とかさ、朝とか来れるのかなって。だって確か朝が1時間早まったんだよね。早くその10時始まりで、今まで11時始まりだったんだけど、10時からで。そう、みんなでも早起きはやっぱりちょっとどうだろう。私は早起きは得意なので大丈夫なんですけど。でもちょっと朝の時間帯が暇になっちゃうかもしれないから、よかったら朝の時間帯に にも遊びに来てくれたら嬉しいなとか思ってます。全然無理してなんては言わないんですけど、もし余裕がある方は。朝は余裕できるけど午後になるかも。ああ、やっぱそういう方もねいらっしゃるから、逆にその1時間早まったことによって今までもっと早くから始めてくれてたらよかったのにとか思ってた方が来てくださったらね、いいなって思うけど。あとなんとなく思ってたんだけど、あ、これも別に無理してまでとは言わないんですけどね、私のファンの方ってあまりその鍵開けとかそんなこだわらない感じ？なんかオフラインの時とかね、マジでね誰もその鍵開けをね、あら、その素振りすら見せないもう本当ですよ。平和だねこだわらないですね、マイペース。あ、そうなんだ。最近の人ってそういう感じなんですかね、それとも私のファンの方がそうなんですか。絶対会いたいから何があっても必ず行く、待ってるね。オンラインは鍵開けになる時あるけど、オフラインもぜひよかったら。いや、なんかそのちょっとなんだろう、争ってバチバチするとかはさあれだけどさ、なんか本当にそのたまになんていうの、私を一押しじゃない方とか結構フラッとこうちょっと体験みたいな挨拶みたいな気軽な気持ちでね撮ってくれた方がね、え、あ、鍵開けになっちゃったんだけど、あーなんかすいませんみたいな感じで来てくれて、あ、そうなんですよ、本当にあんまり誰も鍵開けとか狙う方そんないなくてみたいなそういう会話をねすることもたまにあるから、確かに私のファンの方は、まあ、来てくれるんですけどね、そのそうそうそう来てくださるんですけど、何十分か経った時に、そう。でもなんかやっぱ私もこうレーンにね出てみて、なんかこう待ってくれてたらさ嬉しいじゃん。だから全然無理してとは、ま、本当思ってないんですけど、よかったらちょっと今すぐにでもハルルに会いたいんだみたいな、そういう感じというかね、本当できたらって全然いいんですけど。
いやでもあんまこれそうだよね、鍵開け狙ってくださいって言ってこうファンの人にさあんまお願いするもんじゃないよですよね多分。そういうのって絶対違うと思うんだけど、あ全然あの本当にちょっとあのなんかあの無理しないでください、本当に本当に本当にあのどうしようこれあのなんか日本人出てる、みんなですごい日本人出てる、お互い気を使い合うけど自分の気持ち的にはちょっとすごい日本人出てるよ。そうですね。確かにみんながレーンの前でさどうぞどうぞしててさ、なんかそれでもうずっと「はよ来て」みたいになってるのも本当に村民の人ならありえる。じゃあ俺がどうぞどうぞ、いやいや早く早く来てってなってそうみんなで譲り合ってそう。いや、やらんでいいよやるしかないかじゃないのよ。そして誰も並ばない本当にありえちゃうからな。いやでも29がね次だからね、生誕 T シャツよかったら着てきてください。みんなが来てくれるのを楽しみにしてます。眠たくなってきた、早い、急に眠たくなってきちゃった。でも昨日ももうこれね本当に良くない、ここ数日っていうか実はなんだけど、その東京に何泊してたの？3泊くらいしてたんですけど、もうその前からか、新潟からその行く時もそうだったんだけど、もうだから4回か5回くらい連続でそのちゃんと布団に入って寝るっていうことをしてなくて、もうそうそう、もうある日はベッドじゃなくてソファーで寝ちゃったんですよ。でそう、あの寝る支度はちゃんとしてたのよ。でも家で、それは家で、もう次の日その新潟でロケからの東京にそのまま行く日だったんだけど、でで椅子で寝てて1時とかに目覚めて、ああって言いながらメイク落としてお風呂入って寝るのが4時とかで2日目くらいは
寝る支度はちゃんとしたんだけど、まあだいたい1時くらいで寝て起きて朝だと思ったら4時とかだった。そう、それはその日はでも寝るまでは全然普通だった。そうで、昨日も実は気づいたら2時とかで、そう、うとうとしてて気づいたら2時で、うわーって思いながらなぜかそのまま7時まで起きてた。え、本当にバカ、なんでだろう。そう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 、何やってんだろうね。だから今日こそ寝る、ちゃんと。椅子普通の、全然普通の椅子です。よくホテルとかにあるこうドレッサーの目の前にあるような。今日はちゃんと寝る。明日公演だからさすがにちゃんと寝る。この前のその公演の時、七海の生誕祭の時なんだけど、お手紙書かせていただいたんですけど、その結構お手紙書いてってお願いされるのが結構その本番の直前というか、直前って言ってもまあ2日くらい前かな。で、前日になってその大体書きたいことは考えてて文章に起こして、ただでも尺とかなんかどういうその言いたいこととか伝えたいことを順番とか考えてたら、もう何がって分かんないんだけど、その日4時とかになってて、えって思うじゃん。そう、2公演ってめちゃめちゃ体力使うんですよ。そう、昼夜2公演って本当に本当に体力使うんだけど、朝の4時とかになってて外が若干明るくなって鳥がチュンチュン言い出してて、あ、これは朝なんだってなりました。私にとってはまだ夜だったんだけど、世界は朝を迎えようとしているんだ、朝だって、そうなってましたね。これが若さというやつか。いや、多分本当もう今だけだろうね、こんな感じで。そのうち体壊すから本当やめた方がいいと思う。うん、本当に。だからさすがに今日はもうその、まあ、でもなんだかんだ言ってなんか大丈夫で、ここ数日そんな生活が続いてても、ただでも公演はマジでやばいからちゃんと寝ようと思います。はい。目標は1時半。いや、でも全然本当ね、全然最近幸福度が高い気がする。なんかバタバタはちょっとしてたんだけど、心に余裕がなぜかできている感じですかね。うん、え、もっと早く？そう。でも6時間くらい寝るのが私的にちょうどいい。だいたいみんななんかさ、小さい時とかてか今もだけど、理想は8時間から7時間、7、8時間寝てくださいとか言われるけど、7、8時間寝るのももちろんいいんだけど、なんか寝すぎると逆に眠たいですよね。5、6時間がなんかちょうどいいなって自分的には体感なんですけど、その
体の中で何が起こってるのかわからないですけど、なんか寝起きた時とかその日一日とか振り返ってみたら、なんか 5,6 時間ちょうどいい気がしちゃって、公演がある日はだいたい私はそうですね、7時ちょっと前とかに目覚めるのが自分的に一番、ちょっとでも黄昏の時間っていうのが必要なんですよ私。朝の黄昏の時間が必要で、ぼーっとすることが結構私の人生において大切なんです。もう小さい頃からぼーっとしすぎて、両親にはぼーことかなんかすごいぼーちゃんみたいな呼ばれてたんだけど、そう、そのくらいやっぱりぼーっとするということが結構大切なの私にとって。でなんかそうそうそう、ぼーっとしてるんだけど今も変わりなく19年間、まあ朝だけじゃないんだけどね、ぼーっとしちゃうのはほんと良くないよねすいません。そうだから、まあ、朝はでも特段ぼーっとするんですね。そう、いやぼーっとしてるその先に考え事をしてるんですよ、こうその奥というかその先というか ここら辺で、あの意識がこうすごい遠くにあるんだけど、ここら辺で考え事をしてるというか、この感覚めっちゃわかる方いると思うんだよな。そうだから結構大事な時間なんですよ。深いんだか浅いんだか、深いですよ。そうちょっと今日たまたまここにイヤホンがあるので、たまたまっておかしいけど、せっかくなんでね、今日はあの充電もね割とあるので、充電器を借りてカラオケを、イヤホンで歌おうと思います。何がいいかな、とりあえずこれにしよう。ゆったりとゆったりあなたの名前がいない、これから先も目離れていても、空の下でずっと思ってるよ。2曲目の曲をセレクトしてみた。
なんかこのダジャレはこれしかない感じもありますね。誰かの言葉がなぜか耳に残ってしまった。いつもだったら聞き流せたのに、この胸にトゲが刺さった。あと何がいいかな。待って、私この曲歌いたい。懐かしい。
ちょっとさ、順番さ、わかんないんですけど。懐かしくない？研究生公演の時にやってたやつ。歌えるかな？君とこの場所で出会って、
ました。以上で NGT48 研究生パーティーが始まるよ公演を終了させていただきます。懐かしいね。これも歌おう。なんか本当に選曲がよくわからないってなるんだけど歌いたい曲告白できる。
い曲、かわいい曲、本当に。あとは何歌いたいかな、どうしよっかな。これにしよう。夏ですし。海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるんじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎだって、笑われるだろうか。好きでいた、そばにいた、君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない。できることは好きで続けること、自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度お誘いたい。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。ぜあれきり、あってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。好きでいた、これからもずっと。ピッ、ありがとうございます。
この曲も好きなんだよね。いいよね。今何時だろうか。22時36分。じゃあちょっともうちょっと。と思うので写真を思い出していきます。そう1日なんでなんだけど、私は立てる憧れていたステージ大歓声拍手どねきの中あピュっている。キジ姫の鳴き声ピヨで良かったんかってさ、本当にちょっといろんな方にさ聞かれるんだけどさ、私もそう思う。良かったよ。でもあれは良かったんだよ。そう、
よかったと思う。じゃあそろそろ配信終わろうかな。皆さんの壇上を呼びますね。じゃあ13位の方から。13位ミニさん、12位ダメ男さん、11位中さん、10位クッキーモンスターメガネさん、9位ふっちゃんさん、8位ふみのんさん、7位ストーンさん、6位まじめちゃんさん、5位きゅうりのお漬物さん、4位てっちゃんさん、3位いかっちさん、2位かんくろうさん、1位ひよぽんさんです。ありがとうございます。じゃあちょっと明日はね2公演あるので、そろそろおいとまします。合ってる使い方、寝ます。じゃあみんなもおやすみなさい。またね。私の生誕祭で嘆き控えてる方がいるかもしれないけど、そういう方は DMM とかで見守ってくださいね。おしゃべり会もお待ちしてますね。じゃあぜひフォローしてくださいね。それではおやすみ、バイバーイ、ピッ、あれピッ、バイバーイ。